シリーズリーダーとして君臨しているのが木下翔太と青木源太。この予選のラストの仮棒選抜で1号艇2号艇内枠で直接対決ということになりました。ボートレース三国ルーキーシリーズ第5戦三国プリンスカップ、いよいよ戦いは最後の予選12レースは仮棒選抜です。1号艇は木下翔太、2号艇は青木源太、3号艇は杉村健也、4号艇は山田亮太、5号艇は高倉和人、6号艇は松尾博、以上のメンバーで行われます。現在得点率 4.83 の松尾にとってはここが一つの勝負掛けということになりました。3着 5.1 を2着 5.43 の勝負掛けということになっていきそうです。人気に応えることができるか木下翔太、そして2号艇の青木が2コースということになりました。現在木下が 8.71、 青木が 8.29 ということになっています。この2人がどのような仕掛けを見せるか、そして後方引っ張った角、助走距離を取りました4号艇の山田亮太は3角です。ポイントポイントで3コース角のレースが見られるんですが、そして4コースが5号艇高倉、松尾勝負掛け、そして杉村6コースインコースから1番2番4番5番6番3番です。スタートしました。好スタートはインから1号艇木下、センターから4号艇山田、スリットから伸びていきます。1周の1マークですが、センターから仕掛けてくるのは4号艇山田、インから先に回っていったら1号艇木下、そのうち懐へぐっていった6号艇松尾博、松尾が冷静に今度は2番手の線に持ち込もうとしていますが、1号艇木下は先頭変わりません。2着争いはうまく展開ついた6号艇松尾、アウトコースは4号艇山田、内をついた2号艇の青木、12レース仮棒選抜スタート正常です。外へと握っていく6号艇の松尾、内内粘ったのは4号艇山田、さらには2号艇青木となって、後方は3号艇杉村と5号艇高倉ということになりました。直線外から伸びていきます6号艇松尾ですが、4号艇山田が合わせにかかって、現在2号艇の青木は外に持ち出して現在4番手追走中、21マークの旋回、外へと握っていく、攻めていくのは6号艇の松尾、内々残していった4号艇山田亮太、4号艇山田、6号艇松尾、激しい2番手のせいですが前に出て一定心リーダー6号艇松尾、3番手に交代4号艇の山田、このレースは2番人気だった2号艇青木、現在4番手少々離されてレーサー西の2マークの旋回です。4号艇山田が先に回っていく、外へていく6号艇松尾が攻めてくる、西の2マークの旋回からホーム着線コース、その外への強襲後半段、6号艇松尾が2番手で逆転成功、3番手に交代4号艇の山田、上路体系現在は164ですが、1号艇の木下からどうやら波乱の配当となりそうです。最終周回の1マークです。1号艇木下が最終周回1マークから最後のバックスリッチ、そして2番手でクリアとなったら6号艇松尾、スピードに乗って4号艇山田、2号艇の青木をうまくさばいて現在3番手の上、2号艇青木ですが4番手に交代、後方は離れました。5号艇高倉と3号艇杉村、上路体系164ですが、1番人気の木下からは高配当となりそう。3連単164で決まりますと 111.1 倍、ラストターマーから最後の着線コース、最後コーナー攻めた青木ですが振り切ったのは山田、このレースは高配当決着。先頭1番木下人気に応えて5厘、2番手6番松尾が5厘、4番山田が3番手で5厘、2番青木が5厘、5番の高倉、3番の杉村がラストで5厘。